さくらさんのおっぱいむぎゅー。前回のあらすじ、前回さくらさんの過去のゲームに関して何か闇を抱えとったらしくてね、いつもさくらさんとは違うようなやめてっていうなんか拒否反応が出てきたよね。それを聞くためになんかお酒の場で勝負を仕掛けてさ、勝負に勝ったってところで終わりましたが、よし。さあ、それで結局その闇が何なのかっていうか、多分今回のパートで分かると思うよね。少年はがっつきすぎ、そんなのじゃダメよがっつかせるような体型してるお前が悪いんじゃボケ、おっぱい。でも約束、とりあえず生産してからにしましょう。そう言って席を立つ。たくまたはぐらかされるんじゃねえのって、この流れって。しかし本当に高そうな店だな。失礼ですか、お客様。どうした？さっきのバーテンダー、バーテンダーの人だ。俺は何かした？何かしたって、俺何もしてないよ。せいぜいさくらさんのおっぱいガン見したくらいだよ。いえ、先ほどの何か問題でも。まさか賞味期限聞いてたのにしてないよねお前。ああ、すいません、賞味期限聞いてましたとか言うじゃないでしょうね。そのお酒なのですが、お体は大丈夫ですか？本当に俺賞味期限切れてるのね。今のところは何ともないですけど、一応は他のも入っておりますが、だいぶ薄まってるとはいえ、テキーラを使った飲み物だった。テキーラ、辛いのでしたらお車を呼びましょうか。わあ、テキーラとか飲んだことないけど濃いイメージしかないぜお前。アルコール度数がさ、何十何パーとかそれぐらいのやつだろ、勝手なイメージやけど。テキーラ、あれか、三歩の国のやつか。すげえな、おい。とりあえずは大丈夫ですね。俺の方は今のところは問題なし。生産を済ませている姉子も平気だと思う。あの人のアルコールの分解速度はパネーからな。そうですか、それではお気をつけてお帰りください。はい。バーテンダーのおっさん、すごいかっこいい声やな。パラレルワールドの俺かってぐらい。バーテンダーは上品な佇まいなんかな、これよう考えたら。前回のパートでさ、なんか違う呼び方しようだような気がしてたけど、このこういう感じ、佇まいかな。一礼して俺たちを見送る。うん、本当にいい店だった。高そうだけど、また今度来よう。もちろん姉子のおごりで。ふう、楽しみ、今から楽しみ。これが俗に言う人のお金で食う焼肉は最高だなみたいな感覚なんだろうな。それなら最低なことを考えながら夜の街を歩く。あ、やっぱ佇まいであっとんじゃん今の。多分違う日の俺だったら呼び方間違えとるだろうけどな、今回はなんかさえとんよな頭。冬の寒さもだいぶ和らいだ時期とはいえども、まだまだ寒い日は続いている。わあ、めっちゃテンション高いやんこの人。どんだけテンション高いかっつったらさ、さくらさんの鼻歌に合わせてゲームの BGM をそれに合わせた BGM 流してきとけんな。空気を読んでこれはテンション上がっとるということもな、裏付けやな。姉子は上機嫌で鼻歌を歌って、俺も鼻歌に合わせて歌う。僕は雨の中で歌っているただ雨の中で歌っているだけさ。なんて素敵な気分なんだみたいな歌詞だったっけ。愛心銀座レイ、全く聞いたことないこの歌詞。晴れてるけど、いやそれ以上に今は夜中だ。グロリアスフィーリング、臭いって。こんな歌を今歌うのって臭いって言うよりも、俺はまるで POE のメンバーみたいな歌だって思う。チグハグでバラバラ、一見するとまとまりがない。でも人によってはそれがいいって思う人もいる。偉い人は言っていました。雨の中を傘をささなくていいで歩く自由とはそういうことだと。ああ、深いんだろうけど、あまり俺は深く考えないタイプだからな。あまり、あ、そうなんですか。はい、わかりましたぐらいに考えておきます。そんなことを思いながら歌い続ける、かっこ姉子は鼻歌。
ある程度歌い終わったところで姉子が尋ねる。少年は今の歌をどこで知ったの？どうやってここに食いついてくるんだお前は。どこだったっけってめっちゃ考えとる顔やこれ。めっちゃ考えとる顔やこれ。俺の親父がこの映画が好きで昔よく見ていたんで覚えただけですよ。映画の歌なんじゃこれ。そっか。私はこの曲は落ち込んだ時とかに聞いたりしてるのよ。俺の親父も似たようなことを言ってましたね。この曲はな、どんな辛い時でも前向きに生きようぜって言った歌詞だって。ほう。くだらねえけどな。それ一言余計。日本人にとってのすき焼きと一緒でしょ。すき焼き？歌っていたら前向きになれるっていう意味では。ああ、そうやな。確かにそうかもしれませんね。あ、おお、満月だ、すごいな。ここまで綺麗な満月なかなか見れんぞお前。なんか俺ガンダムファンやけんさ、こういう月を見てしまったらどうしてもさターン X とか見えてくるような。ターン X 知らん人多いだろうな、ターン X。 さくらさん、あんまりそういうこと言うと年齢バレるで。ああ、さくらさん結局いくつなんだろうな。まあ、少年。どうした？なんすか？月が綺麗ですね。お、いきなりどうした？さくら。確かに光ってるなーとは思うけど、そこまで綺麗かな。おい、台無しだぞ。さくらさんも、ムード台無しだよみたいな顔にしてるよ。はあ、少年に期待したのが間違いか。そうだね。昔の映画とかに詳しかったから知ってると思ったのに。あ、なんかの元ネタなんかあるんじゃ。いや、俺ようは知らんけど。あ、それよりも賭けに勝ったんだから教えてくださいよ。あ、そうだったわ。完全にそれ忘れた気がするわ。今の流れから考えたらもう。そうだよ、昔のこと教えろよ。気になってたんだよ先週から。知るか知るか。そこまできっぱり言われたらさ、な、うん、知ら、あ、そうですかってなってしまうんやけど。姉子はまた不機嫌になって一人で進んでいく。せっかく買ったのにそれはないでしょう。俺も走って後を追いかけようとする。しかし花粉。あれ突然酔いが回ってきた感じ。あー、目がクラクラするわ。少年、姉子。少年、姉子。近いような遠くようなところからの姉子の声を聞きながら、俺は意識がなくなった。あー、ズズーク！結局教えてくれんかったな。そしてなぜ、今回の第6話で1回も出てきてない高梨さんエンドなのだこれ。なぜ高梨さんの方のエンディングで終わるのだこれ。これ前にも見たことあるんで飛ばすぞ。俺には弟がいる。お？6つ年下の可愛い弟。成績は優秀で部活もエースと言っていた。俺とは全く真逆の人間ができた弟なのだ。冴えない荒野を目指す楽園の僕。はい。第7話。後期弟。え、まさかの弟ルート。弟ルート攻略対象に弟が入ってきたんやけど。ボーイズラブどころじゃなくてさ、ブラザーラブになってきたんやけど。第7話、後期
弟。で、ここのメッセージが、誠さんはもともとエイプリルフール用のゲームキャラでしたやって。あの人、エイプリルフールのさ、一発嫌だったんだ。ああ、使い捨てにされそうなところのさ、おっぱいが大きいという理由でサルベージされたんだろうな。俺はそうだと思うよ。おっぱいが大きかったら、おっぱいが小さいよ、誠さんだったら、エイプリルフール用のキャラで終わっとったかもしれんけどな。おっぱいの大きさでどうにかサルベージされたんだろうな。俺は今わかるぞ。やるぞ。弟ルートか、まさかの。あ、これ久しぶりに、あれか。飽きたわ。何やったっけ。ゲームのタイトルで抜けた。何だったっけ。ゲームのタイトル忘れたんだけど、このゲームなんてタイトルだったっけ、これ。悠久のスバルじゃ。悠久のスバルじゃ。パッと出てこんかった。このゲームのタイトルパッと出てこんかったけど。悠久のスバル。久しぶりに悠久のスバルやな。はあ、はあ、無事に脱出できたな。ダメー、初めて出てきたやつは。すっげえ可愛いロリッコが出てきたぞ。残念だったら俺はロリは好きじゃないんだ。ダルテー。あ、ブハー、まあちょっと女の子は私に扱いですよ。悪い、お前を連れて逃げるだけで精一杯だったものでな。あれ待てよ、トルテってこんな見た目だったかっていうか、性別変わってないか。あれ、トルテってあの主人公女の子じゃなかったっけ。あれ、お前の記憶違いかそれ。ああ、どうした、あそこに、あ、そうかそうか、主人公はこのクレアだったっけ。あれ。わあ、なんか久しぶりに悠久スバル見たらさ、なんか記憶がなんかこんがらがってきとんやけど、どうかしてるかな。あそこにまだクレちゃんたちがいるんですよ。もう急いで戻らねえと埋まってるかもしれねえです。ダメだ。なんでですか、クレちゃんはルーペの大切な友達ですよ。そのクレちゃんが何者かわからないか、今戻るのは危険すぎる。危険だろうがなんだろうが知ったことじゃねえですよ。とにかくルーペは助けに行くのです。だからダメだって言ってるだろ。トルテのアホチン、うんこだれ。バイオハザードでまさき死ぬやつ。おい、ちょっと待てよ。仕方ない、とりあえず急ごう。ルーペ結構口悪い。おい、出来上がりも死にですか。ふんだ、トルテだって知らねすぎるな。ウェーブ、あ、おうおう、あれは騎士団の人たちです。すいません。はい、この近くにある洞窟が崩れてしまって、まだ中に人がいるんですよ。助けてあげてほしいです。それは大変ですね。今すぐ向かいましょう。ありがとうです。これじゃ待てですよ。ところで、あのさ、ルーペ様では。そうですよ。それはよかった。俺たちも新たに用があったんですよ。あ、この人、多分ロリコンだな。ロリコンだから、幼女を見たら、何でも用にしたがるんだろうな。わー、これは、腹パンして、眠らせておいて、監禁して、みんなで幼女をいじめまくる、そんな変態友だ。これで目的の一つは達成。次は、あー、城之内くん。城之内くん、久しぶりだったな。どうやら出口まで着いたようだぞ。で、アマリリスも久しぶり。そうみたいですね。王者たちの方は、そこまで崩れてなくてよかったな。そうみたいですね。やれやれ、クレアスたちは無事だといいけどな。そうそうそう。このクレアスって子が主人公なのにさ、なぜかトルテのことを主人公だと言ってしまったよな、さっき。クレスってがあの緑の髪の女の子で、それが主人公だったのに。そうそうそう、思い出してきた。岩尾、心配そうな顔すんな。あいつもいるんだし大丈夫だろ。悪い、やっぱ不安だわ。そうやろな。随分とあの子に入れ込んでるようですね。そうか、あいつはただの運がものすごくいいだけの冒険者だぞ。
そういう意味で言ったのではないのですが。やれやれ。おいおいおい、災害救助って雰囲気じゃなさそうだぞ。騎士団のような人間が何用ですか。ああ、ロリコンだ。さっきもロリコンだな、こいつ。アマリリス司祭、あなたには現在国家反逆罪の疑いがかけられております。あ、抵抗するのなら切り捨てても構わないと命令は出てますが。わかりました、抵抗はしません。ただこの人は関係ない人なので見逃してあげてほしいのですが。反逆罪、残念ですがそれは無理です。関係者かもしれないので彼も一緒についてきてもらいます。城之内くん、どうする城之内くん。いいんじゃねえの。しかし誤解なんだろ。だったら堂々としていればいい。はい、それでよし。ということで二人とも抵抗してちゃんとおとなしく捕まりますよ。じゃあ行こうか。いいえ、パッと見こいつがさ敵の幹部みたいに見えるんやけど、城之内くん連れて行け。ああ、クレスサイド、待てよ。あ、ちょっと待てよ、ちょっと待てよ。急いで二人を助けないと。は？お前バカか。脳みそはちゃんと入ってるか、ちゃんと飯食ってるか。またバカって言ったな。お前はさ、あれだけの騎士を相手に勝てる見込みがあるのか。うん、落ち着けよ。テールも勝ち目がないと分かったからおとなしく捕まったんだろ。コメントで岩尾来たーってどうしてもこの名前どうにかしてほしかったんやよって思うけどな。なんでこんな名前なん。もしかしたらこちらが脱出してるの分かってってことはないよな。でも岩尾はアマさんのことが心配じゃないの。アマさんって呼んでるの。アマさんって呼んでるんじゃ、アマリリスのこと。バカ野郎、心配に決まってるだろう。ごめん。ああ、養女。養女、監禁養女、監禁養女。あれ、ここどこですか。これが監禁ってやつですか。いやー、ルピーはひょっとしてどっかのお金持ちに見始められて、こんなところに来ちゃったんですか。ああ、スネオ、金持ちって言われたっけ。スネオが出てきたぞお前。ドラえもんの世界の金持ち出てきた。悪いな、のび太、この幼女は三人用なんだ。そんな、どうしましょう。休校なんて困るですよ。でもでも、はっきりお断りを入れないと。でもとりあえずは顔で決めることにしましょう。面食い、ルーペちゃん、ね、面食いだったか、お前は。何ですか、ルーペは人生の岐路に立ってるんだから静かにするです。ごめんなさい、センス。あれあれ、これはドラえもんの世界の方じゃなくて、おそ松さんの方の世界の人だったかな、これ。 CV 鈴村健一かな。ああ、どこで、あなたですか。ふふ、みーは。あ、そういうのはいいんで、早くお願いします。ひどい人ざんすね。王国一の発明家と名乗ってるルーペさん。そんな恥ずかしい名乗り、あげたことねえですよ。ルーペは作ったら面白そうっていう感じで発明してるだけですから。それ一番怖いやつや。それでも、あなたは天才ざんす。ぜひ作ってほしいものがあるからここに来てもらったざんす。ちょっと手荒な方法だったことを謝っておくざんす。別にいいですけどね。天才だと言われた。ルーペは気分が良くなってしまった。おだかないざんすか。ルーペは小さな頃から似たような目に遭ってるので泣くなんです。小さな頃って今も小さい頃だろうが。マジざんすか。
割とえげつない人生送ってるざんすね。同情されてる。敵に同情されてるよ。そうざんす。口映してきたよ。映ってきたよ。で、お願いいただけるざんすか。もちろん、ただでとは言わないざんす。はぁ、金で動くルーピーだと思って。動物にいた人間の命の引き換えざんす。人質作戦だ。この嫌味、なんて嫌味なやつなんだ。まあ、嫌味って名前だから、嫌味じゃなかったらなんか名前詐欺だけどな。どうするざんす。わかったですよ。ルーピーに何を作ったらいいのか早くいいですよ。できれば四次元ポケットとか作ってほしい。よろしいざんす。俺には弟。あ、いきなり終わったんやけど。遊戯のスーパーでいきなり終わったんやけど。よろしいざんすで終わってん。何を作るんだ結局。何を作らせようとしたんだあの嫌味は。お前6つ年下の可愛い弟、自称アニラブゼ、会員ナンバー01を名乗っているこいつは、成績は優秀で部活もエースといった。俺とは全く真逆の完璧人間というできた弟なのだ。そうなのざんすか。しかしそんな弟は俺のことをヒーローのように思い慕ってくれている。そんなあいつを俺は好きで嫌いなのだ。だって俺とあいつは半分しか血がつながってないんだから。腹違いというやつなんすね。なんでこの喋り方なんですか。もうこの喋り方で行く必要はないざんすけどね。なんか抜けないざんすね。そうだよ、腹違いじゃなかったっけ。だってこの前いつずやに主人公がさ、お母さんの名前をさ、下の名前にさん付けで読んびょったっけ。多分お母さんが違うんじゃないかな。そう思うよね。白滝の横に春菊入れるのやめろよ。あれ、こんな部屋だったっけ。あれ、どこ、ここ。何かすごいにいい匂いとかするんですけれど。くんくんくん、この匂いはどっかで、っていうか頭痛いて猛烈にガンガンする。あ、これは昨日飲んだテキーラの力だ。テキーラの力に目覚める。しかし昨日はおい、どうしたんだっけ。ポク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 チーン。思い出せないな。思い出せんのかい。その前にここってどこよ。まさかこれ、さくらさんのお部屋？さくらさんのマイルーム？二人きり、わ、二人きり、二人きり、わ、二人きり。どうしたの？変な顔して。あ、気づいた。主人公も気づいたぞ、これ。なんそれよりも、フォカッチャの方が好きよ。フォカッチャってなんだよ。そうじゃなくて、ここって、さくらさんの？やだ、少年は昨日のことを忘れたの？わあ、なんかさくらさんと好意を及んだらしいな、この反応。わあ、思い出して、もう何が何でも思い出してよ、昨日の晩のこと。昨日、倒れた少年を私の家にまで運んだら家にまであげたってことは、そういうことなんだろって言って。ああ、嫌がる私に無理やり襲いかかって、お前も期待してたんじゃねえか、こうなったら互いに楽しもうぜって言った後は、ああ、そのままズルズルとズルズルと、ああ、涙声で語る。それが本当ならやばい、むちゃくちゃまずい、とにかくやばい。例えるならば、
炊飯器の中にご飯が入っていることを分かっていて、そんでそのご飯がとっくの昔にもうカビとか来ちゃってるのを知った上で、そのままもう一度炊いたらどうなるかなって思ってスイッチを押すぐらいやばい。やばいんだって。まあでもそうだとしたら思い出せ思い出せ、何が何でも思い出せ。思い出した先にはおっぱい丸出しの裸のさくらさんの姿が出てくるはずだ。ああ。もしもの時は。いちいちおっぱい揺れるのやめて。いやそこがいいのです。責任取りまし。出ました。誠心誠意のドゲザ。大学生で子持ち、できちゃった結婚とかバカにしてたけど、世間一般のでき婚家庭は大体こんな感じなんだろうか。でしょうね。わいながらごめんと謝る姉子。まさか本気にするなんてね。はあ、面白かった。あんまり笑ってると本当にそうなるぞお前。そうするぞお前。冗談。そうよ。昨日のお店を出た後で少年は倒れちゃったから、お家の場所を聞こうにもまともな言葉が返ってこないし。多分さくらさんのことを見ておっぱいとかいう発音返答をしたんだろうな。俺にはわかるぞ。仕方ないからタクシー拾って私の家まで運んであげたのよ。そういえばそんなことあったようななかったような。やっぱりなかった。だったから今ここにいるんだろ。そうだね。記憶を捏造するなと怒られる。よかった、とりあえずパパになるということは免れたようだ。なっとけばよかったんじゃないの。なっとけばよかったんじゃないの。そうすればこのでかいおっぱいは君のものだ。ここに連れ込んだのも少しは期待してだったんだけどね。もしかしてだけど、もしかしてけど、将来的に本当にパパになれるんじゃないの。それよりも朝ごはん食べるでしょ。あ、すいません。何かいたような気がするが、まあいっか。さーて朝ごはん、ごはんと朝ごはんとごはんと。さえぼく。わあ、清楚なキッチン、ダイニング。おー、さくらさん、これは一体何ですか。どうした。俺の目の前にある物体、卵を溶きほぐして味をつけフライパンで熱し固めたもの、俗に言う卵焼きだと判断していいんだよな。卵焼きです。何その自信なさげな感じ。合ってるんだ。ではこちらのおかゆっぽいけどおかゆじゃない、少々おかゆかもしれない名城しがたきご飯っぽいものの正体は。分かってて聞く、ま、絶対に間違ってはいないのだろうがあえて聞く。ご飯。自信満々だ。いきなりどこから自信が湧いてきたんだお前は。そう、ご飯聞こえるんだったら大盛りのな。でも男の人ってそれくらいいけるでしょ。いくらなんでも米だけをそのままいける人間は少ないと思う。炊けてないのかよ。しかも失敗してるよね。それでもこのお米は。あえて聞く、分かってて聞く。いつもは失敗しないんだよ。炊飯器で失敗とか、その炊飯器のメーカーを訴えますわ。確かにな。でもね。でもね、昨日はなぜか失敗してたんだよ。ご飯を炊くときにちゃんと炊飯ボタンを押しました。失礼ね、ちゃんとそれくらい分かっているわよ。紛れもなく保温ボタンを押し。保温ボタン、え、保温ボタンではないと思うんやけど。ああ、ドジっ子なんですね、さくらさん、実は。料理できなくてドジっ子っていう新たなキャラを発見しました。わあ、責任取っておっぱいを食べさせてください。あなたいくつですか。それで許される年はもうとっくに過ぎております。まあ許すけど。やっぱりお前が間違えてるんじゃねえか。農家に謝れ、お釈迦さんに謝れ。
お米の一つ一つに謝れ。卵にも土下座しろ。小僧から石を取り戻せ。ひよこさん、ごめんなさい、しろ。さあ、お前の罪を数えろ。いいこと言うと、Help me! なんでそこで英語になるのよ。冷静なツッコミだ。なんとなくである。しかし、どうしようか、これ。台所と冷蔵庫を借りますよ。棚の中を調べて必要な材料を取る。小さいのならあるかもなって調べたら、ああ土鍋、しかも大きいファミリーサイズ。なんででかい土鍋が。あ、それ買ったのはいいけど使い道がなかったやつね。無駄がいい。この人は多分家計を任せたら赤字。今度は高梨ちゃんも呼んでおでんパーティーでもやる。まあそういうものって確かにあるよね。百均でニンニク潰すやつを買ったけどあまりつかなかったし、でもこれがあるならやれるかもな。ついでに冷蔵庫の中も見る。酒ばっかえ、さくらさんってさ、前世エヴァンゲリオンのミサトさんだったりする。日本酒、ビール、飽きてあるワインに洋酒まで。失礼ね、床下にはお飯もあるわよ。そういう問題じゃねえわ。この家の人の性格とか一発でわかるから、他人の冷蔵庫ってすごい。しかしなぜ卵はたくさんあるんだ。知ってる、卵って生で食べなければ2ヶ月は持つのよ。はあ、食中毒には気をつけてね。いや、それは確かにありがたいけどさ、他に何かいいものは。発掘隊はいろいろ探し物あるが、出てくるものは飲み物ばかり。ひでえな、これ。あ、いいもの出てきた。これと、それと、あれ、どうした。あなんかちょっと見ちゃいけないものを見たような感じになってるよ。じゃあとりあえずオン。主人公の散歩クッキングの時間だ。米にお湯をざるにあけて水をやとろう。土鍋の中に入れて水を加えて練る。ある程度煮立ったら煮しょうちと醤油をちょっとかけてと。さっき見つめた焼き酒をほぐして放り込んでやって、最後に溶いた卵をかけて水で戻した青さのりを入れて出来上がり。三国、お前が戦う番だ。なんで青さとかはあるのにまともなものは置いてないんだ。出てる？はあ、そんな立派なものがここにあると思ったか。おいだって入れたかったさ、精一杯の強がり。せめて鰹節とかあったらよかったのに。ないものを狙っても仕方がない。食えるだけありがたいさよさ。卵はちゃんと火を通さないと。半熟が好きなんだが、あの卵じゃ仕方がない。味噌とかもあったらまだまだマシだったんだろうけどな。さっきからくじいても仕方がない。とりあえずはマシなレベルに金様では追いつけたはず。うん、たぶん。薄かったら塩を足してください。わあ、わあ、こんな主人公見たくなかった。こんな料理がめちゃくちゃうまい主人公のことは見たくなかった。ギャップ萌え、ギャップ萌えだ。だから今回はこの辺で終わる。正確には結構収録時間が伸びて、どこで切ればいいのかっていう切るタイミングがよくわからなかったから強引に切ろうとしてるだけだけどな。まあとりあえずどんな感じの料理が出てきたかっていうのは次回にも楽しみにしておこう。ああ、コメント欄も結構いろんな高評価、主人公に対しての高評価、主人公結婚しようかっていう高評価のコメントまで来ちゃった、うん、将来はさくらさんは彼の嫁だ。 Yeah。